どうも、ちゃめちゃメッセです。はい、ということで、ね、今日もやってるんですけどね。今日はね、またね、これの、ね、逆に選抜ね、昨日は出てなくて、夏出てくるね、高校を、ちょっとね、紹介していったと思うんですけど、今回はね、その逆ということで、選抜も出てなくて、夏もちょっと厳しいんちゃうんかっていう、強豪校をね、ちょっと紹介していこうかなということで、まあこれはね、いろいろね、なんて言うんですか、こういろいろほんまにここ出てくるやろとかね、そういう高校はあると思うんですけど、ここもちょっと今年厳しいんちゃうんかっていうねチームをねちょっと紹介していこうかなということで、これで言うのはしっかり強豪校なんで、じゃあ例えば、もうなんか門真西が甲子園出れませんとかこんなんじゃなくて、しっかり強豪校、だから皆さんが思う選抜も出てなくて今年は夏も厳しいんちゃうんかっていうね強豪校が、あればね、ぜひね、コメント欄よろしくお願いしますということで、またね、こう皆さんが思う、なんていうんですか、こういろんな、質問とかね、ぜひねコメントに、お書きください。もうそれでね、いつも動画作るんでいつもコメントありがとうございますということで、まずね、やっていこうかなということで、まず第3位ですね、選抜出てなくて夏も厳しい高校第3位、これはね、まあ智弁和歌山かなと思います。まあそれのね、まあ理由をねちょっと具体的に言うと、まあね、智弁和歌山自体まあそんなにね、こう強いってあんまりね前世紀が比べるとちょっと落ちてきてるっていう印象があるのと、まああともうね、理由は何個かあって、やっぱりねこれ田辺高校と耐久高校のレベルがこれ甲子園で見たら普通にレベルが高かったんですよね。それこそ田辺とかは、チャンピオン星稜にもね、勝ちてますから、神宮王者のね、星稜、結局甲子園ベスト4の相手に対してあんだけいい試合してますから、だからやっぱりその和歌山の高校自体のこうレベルがね、ポンって上がってきてるんで、やっぱりこうそうなってくるとなかなかね、やっぱ智弁和歌山今回夏も、でやっぱ耐久もね、それなりにやってましたから、で実際に負けてますからね、この智弁和歌山。で、他に、まあ、やっぱり市若とか、日高中津とかね、こう、微妙に強いチームとかもね、ちょくちょくいるんで、やっぱその智弁和歌山が、こう、勝ち上がってくるっていうイメージがちょっとつかないなということで、僕は第3位に。ほんで2位が、僕は天理やと思いますね。今これ奈良県が、奈良県今回選抜はどこも出てないんかな。どこも多分出てないんですけど、やっぱり天理はね、今これ監督が変わって、今こう、経営的にはなかなかぐらついてると思うんですよ。やっぱりね、この監督変わって、まあ1、2年はね、なかなかね、やっぱ結果が出ないんですよね。会社監督ですら、やっぱ就任3年目でやっと甲子園ですから、他にも、どこや、今、東洋大姫路行ったね、履正社の岡田監督もまだね、2年経ってね、結果出てないですし、創始の門馬監督も、やっと今回3年目かな。でね、ポンってね、結果が出たっていう、あれなんで、なかなかね、まあ、あれか、就任1年目の時に、そのまま少し強かった代の春選抜出て、その年の夏もそれなりに結果残したんかな。甲子園出てきたかな、多分、門馬監督。まあ、それはすぐですけど、やっぱり、その天理ね、今回、そのメンバー的にもめっちゃ強いってね、言われてるわけでもなくて、やっぱりその、選手たちはやっぱりその監督が急に変わったりすると、やっぱその、戦略的なね、あれとかもやっぱ全然変わってくるんで、だからそういう意味ではちょっと、天理、強いですけど、やっぱ夏甲子園に出てこれるかって言われると、やっぱ夏の甲子園っていうのは、やっぱりなんか、全部がこう噛み合って、やっとこう、出れるもんなんで、だからそういう意味ではちょっと天理は、厳しいのかなと思います。で、第1位は、これはね、ちょっとほんまに、厳しいなと。確実に甲子園遠いやろなって思うのが、慶応ですね。慶応ね、夏、去年の夏チャンピオンの慶応なんですけど、やっぱりね、確かにやっぱその選手ここで言うと、やっぱ確かにえぐいです。ほんまにその大八木くんとか、やっぱ名前のある選手も残ってますから。
ゲップ出ました。ね、強いと思うんですよ。でもやっぱりね、それ以上に、やっぱり僕が思うのは、やっぱりね、その、いい選手とか確かにいるんですけど、やっぱりその、今こう、留年で話題とかなったり、やっぱ勉強も大事。で、その前までの慶応って、そんな別にね、こう、偵察されたりとか、やっぱそういうのなかったんですけど、やっぱり、この慶応が戦う相手って、やっぱりその、県内でも、やっぱりその頭悪い高校もありますし、で、それこそ東海大相模とか、他にも横浜とかね、こういう横浜隼人とか、横浜隼人のピッチャーなんか今回めちゃくちゃいいですからね。とか、やっぱそういう強豪校相手に、前までやったら、こう、イケイケどんどんで、バーンってこういけたんですけど、やっぱりその例年、だから去年みたいな、やっぱこう盛り上がりのあるチームでもないですし、だからやっぱそういう意味では、まあ大体そうですけど、やっぱその、なんていうんですかね、強いチームっていうんですか、勢いのあるチームっていうのは、やっぱりこう、負けてしまうっていう言い方おかしいですけど、やっぱその優勝した次の年っていうのは、どうしてもこう、弱い年になってしまうんですよ。まあでも、それはそうですよね。だから、毎年毎年強いチームを作れるのなんて、まあほんま大阪桐蔭だけなんですよ。うん、もうそれ以外は大体ね、強い年の、その次は弱いんですよ。明秀日立とかでもそうでしたよね。こう、カリスマ的に石川ケニー君とか、おる年の、その次の年って言ったら、やっぱり、ちょっと弱いんですよ。だからやっぱそうなっていって、だからやっぱり大阪桐蔭が最強やったら次の年はやっぱり履正社が甲子園出たりとかが多いじゃないですか。だからこう強い弱い強い弱いってね、こうジグザグみたいな感じになってるんで、だからそういう意味ではこの慶応はね、今年はそんな強くない年なんで、厳しいのかなと。で、やっぱりね、思うのは、こういうね、やっぱ、なんか強豪校とか、選抜出てこれなかった強豪校ですら、やっぱね、夏厳しいってね、言われるのがやっぱ夏の甲子園なんで、だからほんまに他にも、その選抜出てなくて、それこそ龍谷大平安とかも、やっぱり、その京都国際とか倒さないとダメですし、やっぱあんだけ名前のある高校でもちょっと夏ね、厳しいと思うっていうね、意見の方が多いと思いますし、やっぱ僕も個人的にそう思いますから、やっぱりそう思うと甲子園に出るっていうのは、特に夏の甲子園出るっていうのはほんまに難しいことやなって、ちょっとね、改めて思ったのと、やっぱだから、ねえ、まあこの3校はやっぱりその、普通に言うと名前がめちゃくちゃ強いですし、やっぱ甲子園出てきておかしくないチームですら、やっぱりこの夏の甲子園ってなると、やっぱり全然わからない。でもやっぱ天理とかもね、やっぱりその監督変わってからね、やっぱりその戦い方とか、やっぱそういうのが全部変わるってなると、やっぱその選手側はね、意外とやりにくいんでね、やっぱその監督変わったこと、ね、人生で、中学校の監督途中で変わりましたとか、高校の監督途中で変わりましたとかね、経験してる人やったらわかるんですけど、やっぱりその次の後継者の監督が、やっぱ名将であればあるほど、野球スタイルって全部変えられるんで、だからその、例えば、じゃあそれこそどうしましょうかね。東洋大姫路の、ね、今、選手たちは、東洋大姫路ってもともとね、ものすごくこう、守備の硬い、基本に忠実な、チームなんですよ。こう、バントとかもしっかりしてね。で、そういうチームでスタメンが決まってた。ほんで、岡田監督がこう、バーって、入ってくるじゃないですか。まあ、岡田監督に野球スタイルっていうと、まあ、結構、個々自由に、まあ、どんどんイケイケのチームじゃないですか。で、これなってくると、何が言いたいかっていうと、やっぱりそういうね、スタメンとかも、やっぱりちょっと変わってくるんですよ。やっぱ、わ、こいつ、バントとか、そういうの上手いから出とったやつが、やっぱりその、バッティングとか、そういうところを重視する監督に変わると、やっぱそういうやつは出れないですし、だからそういう、ね、言い悪いとか、だからこの、監督の好みとかで、やっぱ多少のスタメンとか、そういうモチベーションとかが、やっぱちょっと変わるんで、だからそういう意味では、やっぱこの、ね、就任何ヶ月とかで、やっぱその、天理が、ボンって強くなることはなかなかね、ありえないのかなということで、やっぱ天理は厳しいのかなと思います。はい、ということで、皆さんが思う、夏もちょっと厳しいんちゃうんかっていうね、高校があれば、ぜひ、コメント欄によろしくお願いしますということで、皆さんお次の動画でまた会いましょう。それじゃあ。
お疲れ。